まだ治るか、まだ良くなる部分があるのか、これやってみようと思います。で、今取れたのはもう疑う余地なく眼精疲労で取れてるんですね。まあ細かく言うと、いや単形に張ったからとか、三焦形に張ったからとか、次膀胱形に張ったから、その経絡上も良くなったんじゃないかというふうに言われますけどですね、まあ、それはこっちを置いといて、もうちょっと治療してまだ良くなるかなっていうのを、仕上げで治療する場合に100上、頭のてっぺんの治療がありますので、今日初めてお見えになっている方もいるかもしれませんから、ファインタッチ、この器具を使ってもやってみたい。これ使ったことないと思います。ああそうですか、じゃあやってみましょうかね。これを使って頭のてっぺんから血を出す、分子をです、ね。これをこの人はどこかありますか、ね、あ、そうですか、じゃあこういうことですね。これをですね、ぎゅーっと、あ、これしか、これをですね、最後までぎゅっとパチンというまで押し込んでみる。もっともっともっと、お、パチッと言ったでしょ。でこれでうまく装着できた。で、オレンジのキャップを外してください。これは外しますね。で、ここ押すって書いてあるでしょ。で、鉛筆に持つようにして押してください。これでもう使い方が、器具の使い方ですね。で、これで頭のてっぺんに、針をですね、10回ぐらい刺します。最初僕も大人に1回で持ってたんですけど、10回ぐらい刺した方がいいんだっていうのが分かりましてですね。で、目盛りは3ですね。で、これこうギュッと引っ張って、またこうパチンと、これで1回、またこう引っ張ってこう2回、こうやって穴が開くわけですね。で、そこからギュッと手で絞って血を出す。それ治療今やってみます。はい、首を思いっきりぐるっと回してください。さっきの新生体法と同じように、治療する前の症状を確認しました。それでちょっと下を向いていただいて、耳と耳を結んだ線、鼻から上がってきた線、これのちょっと後ろ、ちょっと後ろのところに、百会というツボがありますので、ここをアルコールでこうきれいに拭い取るんですね。これをもうパチンパチンとですね、針を刺します。まあ5回から10回の間ぐらいですね、します。よいしょ、このぐらいするかね。痛かったです？大丈夫ですね。はい。で、ここから血を出します。これが頭の視覚療法。こうやって近寝ます。よろしいですね。だいぶ OK やってるんですよね。いつも治療しながら思うんですよね。本当に大道芸だな。ただ大道芸の僕の場合のいいところは、失敗しても構わないと思いますね。相手患者さんなんですから、モデルさんというかですね。失敗してもそんなことも気にしないと。こういうふうにやりますよっていうののデモンストレーションだっていうので、だいたい15回から20回ぐらいこれをこっちを出すわけですね。今このぐらい見えます。頑張って刺してください。でもっと出しましょうね。20回ぐらいこう出してみましょう。よいしょ。こんなもんでいいですかね。やっぱりこんだけ違います。ね、こんだけ違います。はい。で、首をぐるっと回してください。さあ、軽くなったということは、さっきやって良くなったっていうよりもまだ良くなった、だから良くなる余地がまだあったということ。くるくるんもう油差したよろしいですか、ね、こうやって、眼精疲労の治療と一緒に視覚療法も一緒にやる。でそれで DHA 飲んでアルシビジョン飲んでだから、おそらくその生理前と生理中の頭痛いというのは収まっていくんじゃないかなと思います。大塚さん、お土産ちょうだい。